草の根の芯、その政治とは何かを皆さん一人一人と一緒に作り上げていく。自治体議員同士が交流を図り、自治体議員という立場から党の政策をむしろ積極的に構築をしていく。地域にちゃんと突き刺さる政策を作っていく。その最も中心がここだと私はそう考えております。女性議員を増やして男女均等の議員を作ることを目指すのか、その政治的な意思が問われているということになります。暮らしに寄り添って活動していただいている地方自治体議員さんこそが立憲民主党の目指す政治の対立軸を社会を作っていく上では中心を担っていただかなければならないというふうに思っています。皆さんと一緒にいい党を作っていきたいと思っております。ぜひどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。